いかがですか皆さん、このキューキット無地ね、もう関節をね改造して、このねお地蔵様棒立ちポーズからね、こんな躍動感あるね、ポーズがね取れるようになりましたね。皆さん、ぜひね、チャンネル登録と高評価お願いします。してくんなかったらね、もうこのチャンネルねぶっ潰すから、もう知らないよ、なくなるからね、このチャンネル、もうこのチャンネルねぶっ潰してね、もう動画投稿やめます。動画をご覧の皆さん、こんにちは、プラキチです。プラキチです。あ、そうだ、もうできないんだった。そう、もうできないんだ。俺のね、挽回はね、奪われてしまったんだよ。シテルミッターにね。はい。私のね、1400本近くある動画のうちの、実にね、300本近くが、広告をね、剥がされまして。はい。まさかプラキチまで広告剥がされるわけにいかないんでね。私の挽回はね、封じられたままにしてます。はい。ということでね、今日はこのまま、クリディーキューキット144分の1。無地。はい。ということでね、早速ね、これを組んでいきましょう。これを組むと壊れます。キラリラリン。イェーイ。できましたー。トニックです。ということでね、144分の1、キューキット、無地。完成しましたよねー。はい。もうね、ほんと放置プレスすいませんでした。あのね、めんどくさくって。はい。ということでね、皆さんがね、馴染みがないであろう、キューキットですね。うん。これはね、ガンプラじゃなくてね、バンダイのプラモデルですね。はい。バンダイ模型のプラモデルですね。はい。ジオン脅威のメカニズムの方の、バンダイの、プラモデルですね。はい。最近のはね、ガンプラなんでね、所詮はね。うん。バンダイ模型のプラモデルはこっちですね。はい。まあ、何言ってるかわかんないっていう人はね、まあ、最近のね、ライトユーザーですね。はい。まずね、早速ね、各部と陰部を見ていきましょう。陰部を、こういうこと言っちゃダメなんだ。また広告剥がされちゃう。はい。まずね、正面は、ケンネケンジ。側面は、立たねえんだよな、これ。ケンネケンジ。背面は、ケンネケンジ。好きなアーティストは、あれ？ない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 、どこ行った？どこ行った？トモちゃん、相手です。好きなアーティストは、カーラとも言ったことでね。はい、ということでね。いやー、やっと完成した。長かった。もうマスキング地獄。うん。やっぱね、最近のガンプラにはない苦労がありますね。うん。でもね、やっぱ昔はね、バンダイのプラモデルのね、CM、ね、ジオン脅威のメカニズムの昔のね、40年前のバンダイのプラモデル、バンダイ模型のプラモデルの CM を見るとね、ガンプラを作りたくなるんだけど、それはね、最近のね、HGUC をね、何個作ってもね、癒されないんですよ。でもね、CM を見ちゃったらね、ジオン脅威のメカニズムの CM を見ちゃったら、やっぱ、こっちを作んなきゃ、癒されないのよ。満たされないのよ、乾きが。ね。で、今回ね、ちょっと改造してます。本当はね、こんなね、棒立ちなんだけど、棒立ちのジムなんだけど、嫌なんで、いじってます。うん、チンチンを。で、どういじったかというと、まず足を開けるようにしました。うん。がっつりとね、力強くね。あとね、まあ、首をちょっとね、なんだろう、顎を引いた感じにできるようにしてますね。ドラマティックにね。あとまあ、最大の特徴は肩関節ですかね。うん。もともと撫で方のジムがですね、きっとこれ、稼働しないんで、肩がね。うん。こっちに怒り型にするようにね、しました。で、怒り型にどうやってしたのかっていうと、まあ別の動画で説明してるんだけど、このね、5ミリのね、プラボを、まあこんな感じに切ったんですよね。うん。この、プラノコで、こんな感じで切ったものを、胴体と肩の間に入れてますね。わかりますか？これ。ここに関節みたいなの入ってんじゃん。うん。それは、さっき僕がね、ちょん切った、つった5ミリの架空棒が入ってます。はい。で、接続はどうやったかというと、まあ、ピンパイスで穴開けて、この1ミリのね、アルミ自在ワイヤーをね、入れました。で、関節はね、固定ですね、固定。うん、もうキューキットはもう固定。
うん、固定でいいんですよ、固定で。うん。まあ、そんな感じで、実験見てくださいよ。いやね、これこそがね、バンダイのプラモデルだよね。もうガンプラじゃなくて、バンダイ模型って言った昔はね。バンダイ模型のプラモデル。これマスキング地獄。ね。うん。スーパーマスキング地獄。もう、色分けなんかされてないからね、これ。でね、部分部分はね、もうめんどくせえから、もう、筆塗りでいいやと思ってやったんだけど、もう、所詮ね。うん。やっぱね、椅子のカバー回るっすよ。うん。やっぱね、地道は近道というか、この、カメラアイの部分もね、もう筆塗りでいいやと思って。うん。もう俺の今日の一日分の運をここで使うぞっつって失敗しましたからね。はい。どうやらね、僕のね、一日分の運じゃね、足りなかったようっすね。はい。そもそも俺、運がねえから、そもそも運がないから、ないものをかけてもゼロだっていうね、話だね。はい。いや、それにしてもね、今頃この動画をね、起きて見てきてる人はね、やっぱこの世界の暗部なんでしょうね。うん。最近ね、真面目な動画をね、連発してしまって申し訳ないね。俺、君たちのことをね、忘れたわけじゃないからね。うん。もう今頃この時間にのこのこ起きてきて、俺の動画をね、もう配信した直後にね、見てるぐらいでね、もうほんと、この世界の暗部だからね、ほんと。この世界の不平分子、この世界の降りたからね。うん。でも最近真面目な動画が好きで、見に来て登録してくれてる方もいるんで、うまく住み分けてもらっていいですか？ね。僕、どちらのリスナーさんも大事にしますんで、はい。今はね、暗部。うん、この世界の不平分子たちの時間ですね。うん。まあ、まともな人はこの動画見ないでください。はい。そんな感じでね。すごいっしょ、この、シャキッとした塗り分け。ね。マスキングでね、シャキッと、塗り分けましたね。で、今回の墨入れはね、ブラウンにしてますね。ブラウンね。うん。せっかくこの、こだわりのね、ホワイトグリーンで塗ったんでね。うん。で、僕ジムなんてね、もうバカみたいに作ってるんですよ、昔から。こう言っちゃ悪いけど。うん。この HGUC だけどね。うん、もうバカみたいに作ったジムはね。まあ俺はバカだからしょうがないんだけど、バカみたいに作った。うん、飽きないんだよね、ジムはね。うん。飽きない、ジムは。うん。ただ、ノーマルカラーをね、今まで一回も作ったことがなかったんで、ノーマルカラーをね。うん、こういう、チタンズ仕様とかさ、セイラさんの G3 仕様とかさ、ジオン六角タイプとかさ、こういう、ありもしないものをでっち上げたんだけど、この、オリジナルのカラーはね、まだ取っとくんですよ。ジラシンの自分をね。うん。ただ、やっぱこの、カドクサンリフェインの、ジムいいんだけど、やっぱどこがジムじゃないよね。うん。どちら様のジムさんですかって感じで、どいつのこともね。うん。やっぱね、ジムっつったら、やっぱこの300円の、このキットこそ、やっぱ一番テレビの、ね、アニメのさ、造形というかアニメのデザインに準じてるかなって思うよね。これこそがやっぱ、俺の知っているジムさんですよね。うん。本当にそう、家族様のジムはね、どちら様のジムさんですかっていうね、あれ。どちら様のジム様ですかって感じですね。うん。だってこんなの出てねえもん、アニメに。こんなんいねえもん。これなんか別じゃん、もう。これでしょ、ジムは。これこそジムでしょ、ね。これこそジムっすよ。うん。はい。そうだよね。やっぱね、ジム作っちゃったらね、もうこれも行きたいけどね、これね。うん、これね。で、水性で塗ってみたいね。うん、子供の頃に戻ってね。買ったんでね、水性塗料ね。このサーモンピンクと小豆色。もうね、シャア専用といったらね、サーモンピンクと小豆色なんだけど、もうキューキットはね、もうちょっとコリコリですね。うん、ちょっとね、しばらく新しめのキットにちょっと移行しようかなと思ってます。はい。ってことでね、皆さん、このジム、気に入った方はね、高評価とチャンネル登録お願いします。ってことでね、プラキティでした。バイバイ。